どうもちくわです先日食品と一緒に購入した日用品をご紹介しますそれとコストコオンラインで購入したものもご紹介していきたいと思いますスコットショップタオルこちらが10パックついて2448円で購入しましたえー、とこちらの商品なんですがもうちくわチャンネルでもかなりリピートしてる商品になっています主にこちらのショップなんですけども キッチン周りや掃除とかに使っています。本当は車などのメンテナンスの時に使う使い捨てのウエスになります。で、油物とか揚げ物とかした時に油が飛び散りますよね。その時にこのショップで拭くと綺麗に落ちます。で、キッチンペーパーに比べてすごくね、耐水性もあり破れにくいのでおすすめして、おすすめの商品になります。 ニュークレラップ22メートル ×50 メートル3パック入りですね。こちらが768円で購入しました。こちらもリピート商品になっています。で、クレラップのいいとこっていうのは引っ張った時にカチッても切れやすい。あとすごくしっかりね、止まってくれるんですよね。私はやっぱりクレラップが一番いいなと思いました。ワイドハイター EX2kg 入り。 1388円で購入しました。えっと、いつもは液体洗剤の方を使ってたんですけども、今回こちらの粉の方が売ってたんで購入してみました。はい、こちらの粉なんですけども、約100回分ぐらい使えます。で、使い方なんですけど、ここにも書いてるんですけど、普通の液体洗剤を入れてから、この粉を入れるみたいですね。 で、このコーナーを入れる、ちゃんと形量スプーンもついてるみたいです。で、ワイドハイターの何がいいかっていうと、枕とか皆さん洗われる時って、皮脂の、皮脂とか油の匂いとかしてますよね。で、その時に結構私はワイドハイターを入れて洗うようにしています。そうすると、その油臭さとか皮脂の臭さっていうのが取れるんですね。で、スカッとするんで、バブ バスタブレット、1968円で購入しました。こちら初めて購入します。やっぱりね、お風呂入るときに入浴剤があるのとないのとでは全然気分的に違うものがあります。ちょっと贅沢した気分になりますよね。はい。いお見てください。じゃん。めっちゃすごくないですかこれ。まず、 じゃん。こちらは、ラベンダーの香りになりますね。なんか温泉といえばヒノキってイメージがあります。勝手なイメージなんですけどね。スイートカモミールですね。オリエンタルローズ。ベルガモットジンジャー。サルダルウッド。キュズの香り。なでしこの香り。なでしこって何ですかね最後、森。この9種類が、 入っています。浴槽の中入れるとシュワシュワになるじゃないですか。したら自然と真ん中からこう穴が開いていくんですよ。その時にね、私その穴が開いたとこに指を突っ込んで指輪ってってよく遊んでました。カークランドモイストフラッシュブルーワイプこちらが1868円で購入しました。こちらの商品もリピート買いになります。ウェットティッシュになっていまして、 ここに蓋があって、ピュッて1枚出す感じになってますね。で、こちらのウェットティッシュのいいところっていうのが、水に流せるので、トイレ掃除とかにも使っています。で、あとね、ちくわちゃんのトイレ、はみ出した汚れを拭いたりと,もたりとかもします。ただね、水で流せるのはいいんですが、毛羽立ちが結構目立つのと、きついですね。匂いがきついです。携帯用の ウェットティッシュは2つついてきます。リステリンプラス2098円で購入しました。で、このリステリンなんですけども、アルコール入りとアルコールなしの分2種類あるんですが、絶対アルコール入りの方がいいと思いました。で、このリステリンなんですが、歯石もよく取れて、で、今の時期ってもう歯医者にやっぱ行きづらいので、しばらくちょっとリステリンで塗り切りたいなと思います。 コロコロフロアクリーン9巻1598円で購入しました。こちらもリピート買いになります。カーペットの上だけじゃなくて、このフローリングの上でコロコロしても本当に髪がベチャってなりにくく、しっかり汚れもキャッチしてくれます。で、お値段なんですが、カーペット専用の髪タイプに比べたら1個がかなり高いです。このね、フロあの、コロコロに使ってる棒なんですけど、こちらの棒はニトリのものを使っています。 レナーハピネス1.26リッターが3袋ついて1338円だったんですけどスタークーポンが250円ついていたので1088円で購入しましたでドラッグストアとか行くとこういった柔軟剤って一つあたりだいたい税込みで600円以上するとこが多いんですねなんでほんとコストコで買うと税込みの価格でこれだけの金額で買えちゃうのでかなり お買い得になっております。クリネックスティッシュ10パック入り648円で購入しました去年より100円ぐらいい上がっていますでこのクリネックスティッシュのいいとこなんですけど柔らかいんですねティッシュ自体が。で私よく鼻をかんだりするんですが他のティッシュで鼻をかむと鼻が荒れてしまうことがあったんですが。 これを使うようになってからあんまり鼻の下が荒れたりすることがなくなりました。初めてコストコオンラインで買い物してみました。今は注文して3日ぐらいで商品が届きました。ただ、コストコオンラインのアカウントを作るときに、会員番号末尾が00だと登録しにくく、01だとすぐに登録できました。では開けていきます。よいしょ。 おーちくわちゃんも気になるよしはい買ったものはなんとはいこちらのクゼフクの万能だしを購入しましたでだしパックになっててそのだしパックをお鍋の中に入れてだしを作ります、はい、炊き込みご飯だったりおでんだったりねもうだしというあらゆるものに使いました で今まで昆布と煮干しでお出汁を取ってたんですが、もうこの出汁パックを使うなってから、もうクゼフクの万能出汁は本当に美味しいんでおすすめです。ちくわちゃん頑張ったねはい、今日も動画を見ていただきありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録よろしくお願いします。